高瀬遺跡は、富山県南都市高瀬にある遺跡。1972年3月22日、国の史跡に指定された。1970年富山県西南部、八乙女山山六に展開する都並平野の複合線状台地の高瀬地区で、水田整備事業中に発見された床張りの、掘立柱建物の移行を中心とする遺跡で、 よく1971年に発掘調査を行った。時代は出土品等からして、平安初期と推定される。建物以降は五軒島の一辺10メートル前後の、物の合わせ3棟が確認され、弾き、末期月辺や木管、大型月二すずり、清し瓶、漆器,漆器曲げ物のほか多数の木製器具、瓦等を出土した。建物周囲の打ち込み板列や、 雨落ち溝などからして、観画風建物であったことは、ほぼ確実である。なお、中心の建物群を囲むように蛇行した小川がある。さらにこの地点より300メートル東に、集落死が検出された。この建物群を、東大臣の署名ビル賞の消化とは、認定できなかったが、少なくとも、当時の消化の実態を、多様的に考察しうる貴重な遺跡である。 1973年より1974年にかけて遺跡後は史跡公園として整備された。その際小川に沿って約4万株の花勝負が植えられ、毎年6月には高瀬遺跡勝負祭りが開催されている。高瀬遺跡内に立つ高瀬遺跡より発掘された文化財等を保存紹介する施設である。建物は1976年に 稲見歴史民族資料館として開館した、鉄筋コンクリート作りの3階建てで、稲見町など周辺町村が合併し2004年、南都市になった後に、耐震補強を含む全面改修を2年かけて行い、2015年5月1日に、南都市埋蔵文化財センターとして、リニューアルをオープンした。施設内では、高瀬遺跡及び南都市市内の遺跡からの出土品の保存と、 展示紹介及び南都市の民族資料などの紹介も行っている。入場無料。ありがとうございます。